24歳の時に亡くなっちゃったんで、そのタイミングで鬱になってバイトになっちゃったんですね。そこからちょっと仕事も手につかなくなっちゃった。最愛の母が亡くなり、重度のうつ病になってしまったメイ。そこから仕事が全くできなくなり、ホスト業もバイトになってしまったという。そんな彼が立ち直り、歌舞伎町巨大ホストクラブキャンディーへ移籍したわけとは。入念にストレッチをしてから、キレのあるダンスを踊り続ける彼の姿があった。キャンディー幹部補佐、サツキメイ。小さい頃からやってたんですよね。小学生の時からやってたんですけど、しばらくやってなかったんですけど、やっぱりなんか体がすぐ太るようになってきたんで、また運動しなきゃなと思って。ダンスをやると姿勢も良くなるし、綺麗に見せなきゃいけないとかあるんで、なんか自分の美意識も上がるんで、内面的にも外見的にも磨かれるかなと思って。自分も楽しいんでね、踊ってる自分も好きだし、今は昔みたいにステージに立つとかはなくなったんですけど、またステージに立とうかなとも考えてます。昔から本格的にダンスをしており、有名アーティストのバックダンサー、有名アーティストの振り付けを多数担当、有名飲料水の CM をはじめ多数の CM に出演など、数多くの経歴を持っている。そんな彼は今年1月末にキャンディーに電撃移籍。ダンスを極めていた彼がホストに挑戦した理由とは。昔はプロダンサーになって、もうずっとダンスだけで飯食っていくって思ってたんですけど、ダンサーもやっぱり寿命が短いんですよ。でホストも短いじゃないですか。どうせ短いのだったら、やっぱり人生を変えられるチャンスがある方を。貧乏育ちで育ったというか、やっぱりお金にそこまで恵まれなかったので、大金を手にしてちょっと自分がやりたいこととか、違う今まで見たことない景色が見たかったからホストを始めましたね。貧しい環境で育ってきたというメイ。大金を手にしたい、人生を変えられるチャンスが欲しい、そんな思いもありホストに挑戦したメイ。ダンスも続けており、またステージに立ちたいと意気込んでいた。あ、でも柔らかいっすね。僕これだけはなんかストレッチサボってても変わんないんですよ。驚異的な体の柔らかさに、スラッと長い足、スタイルの良さが際立っているが、何かトレーニングなどしていたのか。地元のダンススクールが厳しい人だったんで、ジャニーズの振付師とかの人だったんで、オーディションとかも僕も行ったんですけど、自己紹介ができなくて今メンズアイドル流行ってますけど、昔全く流行ってなくて、ダンススクールも僕男一人だけだったんで。ああ、そうだったんですね。そうなんです。へえ。割と本当は女性苦手だったんですよね、コース始める前。男一人か、やだな、ダンス行くのって思いながらも、ダンスやりなさい、母親に言われて。そんな母も、まあ、もういないんですけどね。厳しかったけど、いい母親でした。厳しいながらも優しかった、最愛の母の死。これは彼に、とてつもない影響を与えたという。すごい、僕、母親が大好きだったんですけど、母親が亡くなっちゃって、そのタイミングで鬱になって。精神科みたいなのに通って、で精神科の医師の方が、ワンちゃん飼ったりしたらいいんじゃないって言ってくださって、この機会に飼ってみようかなと思って、すごい絶対飼うのはポメラニアンだなって思って、それで出会ったのがイブだったんですよね。すごい、まあ、だから人生も救われたし、24歳の時に亡くなっちゃったんで、でそこからバイトになっちゃったんですね。そこからちょっと仕事も手につかなくなっちゃった。イブと出会って、イブにいろいろメンタルとかも支えてもらった。で違う仕事を始めたんですけど、ホストもまあちょっとバイトで続けていけて、もしレギュラー戻れたらいいなって思ってたんですけど、なかなか戻れなくて、違う仕事も始めちゃってたんで、その違う仕事の方に熱がいっちゃったんで、
まあ、それでもいっぱい失敗しましたけどね。失敗したけどそれもいい経験なんで、で今最後のチャンスとして、遅いかもしれないけど、まあ30代で初めて移籍することを一人で決めてキャンディーに入ったんで、本気でやらなきゃなって思ってますね。母の死を愛犬イブちゃんと乗り越え、今を生きるメイ。バイトとしてホストをやっていたが、最後のチャンスだと言い、レギュラーでホストに挑戦すると決意したメイ。挑戦先にキャンディーを選んだわけとは。夏さんから、DM でキャンディー見てみませんかって来たんですけど、全くキャンディー当初は入店するつもりなかったんですけど、まあ、一応大きな箱だし有名だし見に行っとくかっていう軽い気持ちで行ったんですけど、そしたらめちゃくちゃびっくりした。圧倒されてわーってなって候補に入りましたね。もう速攻で今まで自分が見てきたホストクラブと違ったんで、別の世界だった。すごいな、今初めてキラオさんとかケイコさんとかとも喋ったんですけど、もうすごい考え方もしっかりしてて、人としても尊敬できるなっていうのもあって、このホスト業界でやっていくならやっぱり最前線もね、そして人間性もできている人たちの下で働いてみたいなって思ったんで、キャンディーに入店しました。その時32店舗見たんですけど、見学で32店舗の見学に行き、最終的にはキャンディー入店を決意。他の31店舗にはなかったキャンディーの強みとは。いい男が本当に多いですね。もうどこの店舗行ってもみんなナンバーワン取れるんだろうなっていう人がもう本当にみんな集まってて、僕もこの立場でやるっていうのはもうすごい新鮮で、人からどう思われるかどう見られてるかっていうのもすごい勉強になるし、改めて今までそういう人の気持ちを考えれなかったっていうことを自分の中で反省したんで、その反省を勉強して僕も人との付き合いも最強になれるんじゃないかなって思ったし、人間力がすごいですね。やっぱり幹部の人とかやっぱり見ててもすごい大人だなと思うし、発言力もすごいしっかりしてるし、僕もそういうプレゼンができるようになりたいなって思って、何もかも効率ばっかり求めてやってきちゃってたんで、効率じゃなく人と人なんでね、やっぱこのホストっていう仕事は、そこはやっぱ幹部の人はすごいなって思います。ないものはないんじゃないですかね、キャンディーで。みんな結構遺跡の方が多いんで、僕もなんですけど、早く幹部になれるよう頑張ります。メイのキャンディーでの新たな挑戦、幹部を目指すと力強く語った。彼が描くキャンディーでの未来は一体どんなものなのか、彼の挑戦を今後も追っていく。風林会館最上階、天空の大宮殿。数々の記録を打ち立て、グループダンディの絶対的存在を確立したキャンディグルダン史上最大となる圧巻のスケールが今、歌舞伎町で異彩を放つ。キャンディー100人を超える豪華キャストが作り出す夢のシンデレラストーリー。その主役はもちろんあなたです。